李さんは、ところで、どうしてこちらへ？李小姐为什么会在这里？不瞒将军，之奥前在さん西安一は、宿舍，以我也前是挂西牌安演遺员，族社の座付役者でした。只是后来しかし、被一个官员看後中，にある政府官僚に百気般に入れ纠られて、缠，つ害き得ま我と无われ处てい可ました。逃。正好这个经理去我们剧社挑人，我就跟着ち过ょう来。どここの雇い主の劇団に入ったわけです。そうですか。皇軍はすでに黄河流域まで到達しているというのに、まだそのような役人が。そんな輩はやられて当然です。我们的军队已经到黄河了，这些官员居然还有这种想法，难怪会失败。是啊，现在的我，彼女は、真是有家都回不去。家があっても戻れないと当然です。ご安心ください。ほら、中国語でも来たからには安心しなさいと、そんな言葉があったでしょう。ここに来たからには安心して歌を歌ってください。私がお守りします。你别担心，中国有句古话，既来之则安之。以后你就在这里演戏，将军会保护你的。谢谢将ありが军。とうございますと。はい。局长，啊，我看你这样子，一夜没睡，是不是？时间这么紧，哪敢睡啊？行了，伪造文件的同志，一会儿才能把材料送来。赶紧进去迷糊一会儿吧，我等着。局长，啊，我想请半个小时假，行吗？干嘛？非得去吗？这么着急？跟一个朋友道个别，很快就回来。去吧，注意保密。是。你怎么这会儿来了？我上着课呢。是不是上次跟你说那事儿要反悔啊？我跟你说啊，不许反悔啊！我不能当你男朋友了。为什么？为什么呀？不是说的好好的吗？部队给我派任务了，我得走一段时间。派什么任务了？什么时候走啊？你去哪儿啊？你跟我说说呗。你别问了。你手又怎么了？哎呀，没事没事，不小心伤了一下。这次的任务必须要保密。等我回来再来看你，啊！哎，不管怎么样，你在我心里就是我男朋友。我就不给你回礼了，哼，辛苦了。刚刚赶出来的，各种证件、表格什么的。哎，写错了，哪儿哪儿？应该是大日本帝国皇家陆军医院，怎么写成陆军皇家医院了？哎，这怎么搞的？这个看上去区别不大，日本人不一定会注意到。当然能看出来了。日本是一个非常讲究皇权的国家，尤其是对于这种冠以皇家的名头，这肯定会看得出来。哎，怎么会犯这种低级的错误？你，局长，你现在现改也来不及了。要不这样，把这张体检表抽掉算了。这都什么事吧？真是，你看。就要出发了。报告主任，我们跟踪了科长助手，这就是证人的藏身之处。有什么动静吗？进去以后就没出来。有后门吗？没有。行动，有反抗者。立刻枪毙！是。
主任，里边安全了。包山了，包山了，那啥也不知道。张哥，你饶我一命得行。军座，他们杀了我的证人，还有我的助手，他们很可能要对我下毒手啊！你先冷静点。你现在什么地方？我现在在我的办公室。你就在那儿待着，我马上跟宪兵队联系，让他们派人过去保护你。不不不不，军座，宪兵队也有他们的人。军座，还请你把我送到中条山啊！我感觉只有在那儿我才安全。军座，救救我！你先别慌，我会让宪兵队护送你去教导团，你在那儿待几天，过几天和新兵一起过黄河，亲自来见我汇报。是是是是是，军座，我哪儿都不去，我就在我的办公室。我就在我的办公室。简直无法无天，以为杀了证人，我就没办法了。证人已经死了，调查科科长被保护了起来。虽说孙伯龄远在中条山忙于战事，顾不上这里，但这次我们也算是把他彻底得罪了。我们不能大意。山本さんですか。ああ、そうだ。宿舎は用意しているので記入してください。どうぞ。うん。こちらへ。さん、どうですか。あ、ここは地元の大金持ちの別荘で、左側と右側に通路があり、左側には庁舎で、右側は宿舎で。山本さんの出身は愛知ですか。大佐にはこれを知らせるのを待っている。山本さん、愛知県ですか。そうだ。実家はどこですか。西山村だ。なるほど。お持ちしましょうか。あ、すまん。この指はどうしました。ああ、この間タンスにぶつけてしまってな。大丈夫だ。どうぞ。
記入はまだですよ。あ。山本さん、あ、やたらに汗をかくんですね。外が寒かったからな。ここの暖房はよく効いてるな。これを。ありがとう。これは何だ。これも知らないんですか。慰安所の切符ですよ。よし。宿舎を案内します。ああ。どうぞ。待ちたまえ。なぜ敬礼しないんだ。あ、失礼。長官。部屋はこちらです。今後はここで暮らし始めるんです。軍事手帳です。今日からあなたが旅団長の通訳兼副官になります。ありがとう。旅団長は会議に参加されているので2日後戻ります。ゆっくり休んでください。ありがとう。野田君、面倒かけたな。大丈夫です。野田君、ちょっと旅団長のことを教えてくれないかな。何しろ来たばかりで彼はどんな習慣があるのか、好みとかな、知ってると便利だ。朝日画報も旅団長を取材したことがあり、河北戦中の戦の神と呼ばれるのです。ほう、実にふさわしい呼び名だと思います。うん、共に仕事ができて光栄だな。あ、そうだ、健康診断報告書が足りないんですが。そうか。ええ、探したんですがありません。どっかで落としたから。もしかして大元に忘れたのでは。ああ、かもしれん。大丈夫だ、自分で書き直すよ。ダメです、指定された病院にしか出せないんです。そりゃちょっと面倒じゃないか。こうしよう、俺が大元に戻って取りに行ってくるよ。それはご自由でしょう。あ、こうしましょうか。明日雲城へ行って再検査しましょうか。雲城へ。ええ、うん、いいぞ。手間は取らせないから、俺一人で行ってくるよ。いいえ、とんでもないです。明日病院へ案内します。おやすみなさい。
太君，您需要点什么？到这儿来，当然是买茶叶了。我们这里红茶、绿茶都有，您需要什么茶呢？今年的春茶。哎，好嘞，您坐，马上来。起立。出たものは全員記入したのか。はい。山本さんが出かけたのか。はい。慰安所に行かれました。山口、二人連れて行くぞ。はい。太君、这是您要的春茶，慢慢品尝。这样太危险了。我还不知道危险。现在我这边出现了一些非常麻烦的事，我必须要跟你商量一下。出什么事了？之前保安处技术科给我伪造了一份资料，这份资料里面有一张体检表出现了问题。为了安全起见，我就把这张体检表给撤出来了。但是没想到到了日军这边，他们非要看到这张体检表不可，明天还要让我到运城的医院重新再体检一次。之前不是受过枪伤吗？是啊，我怕我这个伤口引起他们的怀疑。那咱们编一个受伤的理由。不行不行，因为之前我在监狱里没说过我受伤的事儿。如果他们到军部核实一下，马上就暴露了。他们要是问起你来，你就说是最近刚受的伤，没来得及往资料里写，就给派过来了。但是我身上这是枪伤呀，我是个翻译。知道两个月前在太原发生的暗杀事件吗？你说国民党刺杀队利用天长节庆典刺杀日军司令的事儿，时间地点刚好都吻合。39旅是个军事单位，他不会像特务组织那么敏感。也许咱们有机会。还是太冒险了。如果他们打一个电话问一下，就会发现。你撤出来吧。我安排你出城。撤出来？我不甘心。要不咱们就冒一次险。我先去体检，如果真出现了问题，我再设法逃出来。我怕等到你觉得出问题的时候就来不及了。这次的任务本来就是一次冒险，而且我是自愿参加的。如果真出现了问题，责任我来承担，跟组织无关。你别劝我了，就这么定了吧。我先走了。十三，那天我也去，如果有什么意外，我在暗中保护你。那咱们就明天见。入った者は全員登録したんだな。問題ありません。ここは軍艦専用施設です。検査は入念に行っております。どこ行った？入ってみよう。野田君君が来たのか。分かっていれば声をかけたのに。どこ行ったんですか？ここだよ。いや、ここの慰安所に来るのは今日が初めてで、ずいぶん道に迷ったよ大胆ですね。ここに来たばかりで一人で外を出歩くとはな。いや、こんなことは他の奴に話せないだろそういう野田も一人で来たんだろ。
お前を守らなくちゃ、ここの治安が悪い。国民党と共産党の特務が日本人を殺すらしいからな。心配なんですよ。大丈夫だよ。ほら、ここは味方ばかりだ。大丈夫。前の通訳が病死しました。旅団長はお前をよこすよう軍部に何度も要請した。お前は司令部の宝です。野田、俺をからかうな。入りましょう。じゃあお前らはここで待ってます。それはまずいだろ。ここで待たせるわけにはいかん。構いません、待ってますから。入ってください。そういうわけにもいかんだろう。じゃあこうしよう。今日は俺も辞めて、次回一緒にどうだ。次回は面白い場所を連れてきますよ。そこは美人揃いですよ。よし。そうだ野田、なんでここでは適当な通訳が見つからないんだ。通訳はいますが、中国人だらけで、中国人は信用できません。日本人通訳は限られてます。だから司令部に催促したんです。ここ数日苦労かけるな。状況が落ち着いたら一杯おごろう。約束しましょう。これが俺の資料だ。山本中尉、こちらへどうぞ。この中曹はどうしたんですか？ああ、2ヶ月前に大元で起きた事件を知ってるか？天朝節式典で起きた事件のことですか？ああ、国民党の暗殺部隊が天朝節式典を利用して陛下の暗殺を試みて失敗したんだが、俺もそこにいて一発食らったんだ。中尉殿は強運の持ち主というわけですね。で、検査はこれで全て終わったのか？あ、まだ一つあります。レントゲン室までお願いします。そうか。終了したんですか？まだ一つあります。レントゲン室までお願いします。注意はレントゲン室までお連れしろ。はい。うん、ここでお待ちしてます。大元の病院の医療設備と技術がここまでひどいとは思いもしませんでした。どういう意味で？山本中尉の重曹ですが、縫合がひどいんです。重曹？中尉の重曹には膿の跡がいくつもあります。それは縫合時の消毒に問題があったからで、それに縫合の仕方もかなりひどいので大きな傷跡として残っています。あれは正規の病院で手術したものとは思えません。医療設備の欠けている田舎の方でしたと考えられます。大元の医療環境はここよりもいい？ありえない。はい、私もちょっと口にしただけです。気にしないでください。どうも。終了ですか？はあ、待たせたな。検査もやっと終わったよ。明日結果が出ます。今日はお帰りください。わかった。
奴はどこだ。奴はこん中です。傷を負っております。逃げられません。おい、そっちから回れ。はっ。お前らここで見当てろ。お前らついてこい。はい。你得把我打死，我不能被活捉，这是命令。来车，快！来车，来，快！来车，来不及了。長官、遅れました。大丈夫ですか？連れてけ。はあ、山本中士、山本中士、その時の状況をもう一度聞かせてください。検査終了後、私は野田と共に病院を出、それから車に乗ろうとしているところで最近増えてるんですよ。野田が撃たれたんです。我が軍を目標にした暗殺事件が、先日も林粉と大元で軍人が襲われましてね、1ヶ月ばかりの間に複数件も来てるんです。敵も必死ですよ。まるで最後のわらがきだな。正面から戦って敗れて、あとはこうするより他になかったんだろう。しかし気をつけるより気をつけるに越したことはありません。兵士たちの外出を控えさせてください。特にあなたは気をつけよう。家屋の軍神ですから自然暗殺の対象になります。資格の身分は分かったのか。国民党か共産党か
下手人は新街に百万茶工という茶葉店を経営しておりましたが、そこからは何も手がかりが。従業員も失踪しました。まあ逃げたんでしょう。しかし貴殿の御役官もここに来たばかりでこんな事件に巻き込まれて不憫ですね。まあいい勉強だろう。あ、できれば一緒に連れて戻りたいんだが。ええ、構いません。課長、横山社長殿が面会を求めております。何の用だ。どうぞ。これは与団長殿もお見えでしたか。自分の部下がやられて私が来るのが当然でしょう。確かに最近敵の攻勢はその激しさを増すばかりです。お二方どうぞお座りください。それで主任、お話があるというのは。例の件について確認しに参ったのです。諜報部もこの暗殺の件に関して興味がおありで。職業上の癖と申しましょうか。というと。釣り合わないとは思いませんか。下士官相手に自分の命を差し出すなど。では他に目的があるということでしょうか。それは分かりません。だからそれを確認しに参った。自分には以前の暗殺事件と何ら変わりないように思いますが。ただの下士官を暗殺する、彼らの手口らしいではありませんか。機会さえあればやる。殺すために殺す。他に目的はありません。私の知る限りではこれまでの案件は全て綿密な計画にのっとって遂行されています。しかるに今回自らの命を差し出してまでも私はこの一点に興味があるんです。例の翻訳官に 2,3 質問してもよろしいでしょうか。彼はただの翻訳官ではありません。こちらにいる高木旅団長の副官でもあります。直接許可を取られるかもしれません。 2,3 簡単な質問をするだけなんです。それでしたら直接調査課の記録をご覧になった方がよろしいのでは。調書の取り方にも個性というものが出まして。失礼ですが、情報部の任務は戦場での情報収集であります。この件は憲兵隊の管轄であります。どうぞご心配なく。おっしゃる通りです。大変失礼しました。では、会社これご苦労様です。副団長、主任にご不満がおありのようで。あの男は自分の本分を分かってはいない。確かに、管轄外ですね。先月はあいつらのせいで我が連隊がリージャー港で八路の待ち伏せ攻撃を受けた。我が隊が優秀でなければ危うく全滅してるところだった。这啥意思？
よろしい。以后，这就是咱俩一起工作的地方了。刚才主任还特意跟我说，他特别器重你，希望你好好干。如果有一天你真提升为队长，咱们的日子会越来越好过的。再也不想看到你穿这身衣服。